言で驚きしかなかったですね。本当不思議だし、不思議ですよね。本当にまさにマジックだったなと驚きました。すごく不思議な体験を今日させていただきました。データとして出るっていう、それがすごいと思いました。お客さんには3秒以上当てないでくださいねっていうふうには言ってたので、10分ってなると本当に想像がつかないんですけど、毛先から15センチの部分が結構ハイダメージで、もう3分も巻いてればチリッとした感じとか、栄養分が抜けてスカスカな状態になってる感じがします。タンパク質熱変性は絶対起こりますよね、どう考えても。怖いですね美容師的感覚で言うとちょっとありえないかなと。ダメージを与えてしまったら修復できないので不安にはなりますけれどもね。それではこの状態から10分間の実験を始めます。スタート。臭くないですけど、安定したら教えてください。数値に変化が見られます。毛髪から蒸散している水分と推測されます。これだけずっと水分出てるとカサカサになるイメージしか湧かないんですよね。そうですよね。いや、髪の中にこんな水分だったんだっていう。そうですよね。ずっと出てる。ずっと出てますね。確かにツヤが出てきた感じ。ツヤが出てます。まだまだ湯気が出る。すごい真っ赤。なんかこの当たってないところもツヤが出てきてる気がします。ここですよね。巻いてないところも。本当だ。ああ、そうですね。こっちに比べてる。こんな当てたことないですからね。もう5分以上ですからね。10分まであと10秒。5秒前。4、3、2、1。終了です。あ、すごい。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 ツヤツヤで、全然チリチリしてない。こんなにツヤツヤになると思ってなかったですね。この辺もなんか綺麗になってるような気もしたんですよ。途中でなんか、ね、近くもツヤが出る感じしますね。近いところは影響を受けてる気がしますね。そうですね。なんか中から潤ってる感じがします。すごいですね。10分ですかね。すごい。1時間ですね。全く想像がつかないんですけど、さっき10分でもちょっとびっくりしてたんですけど、常識的には秒数にしたら3秒ぐらいですかね。怖いですね、髪の毛に対しては。すごいすごい。もうツヤが出てます。なんか弾力感が増してきましたね。柔らかくなってる感じがしますね。もう光沢すごいですね。すごい。サイドがちょっと艶が出てきた。出てきましたね、やっぱり。色もすごい綺麗になってきた感じがしますね。ちょっとツルツルすぎて抜けちゃいそうなんですよね。すごい滑ります。潤いと髪のなんか艶が信じられないぐらい出てます。ずっと出てますね。どこから出てるんですか。危険な状態です。普通は1時間まであと5秒。4、3、2、1。
1終了です。全然違う。すごい。全然違いますね。色も違いますね、やっぱ。周りが違いますね。ね、周りも違うってすごいですよね。当ててないところが変わるのがすごいですよね。これ明らかですもんね。サイドの髪の毛も全然違いますね。目の色合いが。いや、不思議ですよね。不思議ですよね。こう見るとね、やっぱフェイスラインの収まり方。お肌も透明感出てる気がしますね。測定結果が出ましたので発表します。ツヤを測る光沢係数は実験前 1.69 だったのが 2.66 に上がりました。おお。滑らかさを測る摩擦係数は実験前 15.38 ニュートンだったのが2.96 ニュートンに下がりました。わ、だいぶですね。すごい。最後に髪の水分量は実験前 12.4% だったのが 18.1% に上がりました。おお。すごい。これはすごい。これはすごい。1時間アイロンをこう当て続けた結果、水分量が増すっていうことっていうのは考えられないことだと思うんですよ。なんでやってない部分まで収まりが良くなったりとかするのかなっていうのを聞きたいんですけど。通してないところにあれだけ変化が出るとは思っていなかったので素直にびっくりしたのと、あんなにね水蒸気が出てたのに水分量が上がってるっていうのは本当不思議だし、従来のドライヤーとかアイロンとかダメージっていうイメージがあったんですけど、今日さらに覆されたかなと。40代以上の方とかだったらだんだん髪に悩みも多くなってくると思うんですね。こういうアイロンを使うことで髪がすごく艶やかになって教えてあげたいなと思いました。髪っていうそういう死んだ細胞に対して熱を加えていくっていうのはリモデリングが起こらないっていうのがまあ一般的にも常識だと思うので、本当に目の前で起こってデータとして出るっていう、それがすごいと思いました。